こんにちは、サラです。最初にちょっと告知させてください。この度ですね、メンバーシップを始めることにいたしました。メンバーシップって何ぞやっていう方もいらっしゃるかと思うんですけども、簡単に言うと月額制のサブチャンネルです。メンバーシップ名がサラの休憩所となっておりまして、誰でも見れるチャンネルとそのメンバーシップの方で情報に差が出ると嫌なので、コスメの新作情報とかはそのメンバーシップ内ではほとんどやらないです。休憩所の名前の通り、動画のタイトルの募集とか企画の募集、雑談、旅行動画とか、私個人の何でもやる場所みたいな感じです。夫の大輔もめっちゃ出ますし、大輔にもなんかやらせても面白いかなと思ってます。でもなんか特に決めてるわけじゃないです。なんかゆるっとやりたいなと思ってます。何かやってほしいことがあったらぜひコメントで教えてください。で、金額なんですけども、月額90円です。YouTube で設定できる最安値にしてます。金額をね、高くすると私自身も皆さんにも負担になりますので、缶ジュース1本より楽しませるよみたいなコンセプトでやっていければなと思ってます。いつでも解約できますし、メンバーシップって登録したことないなって人もこれを機にぜひ登録してみてください。多分皆さん気になっているバッジと絵文字を作っていただきました。こちらです。可愛くない？2年以上メンバーになると最終的にアイコンが車になります。なので長いお付き合いをさせていただければ嬉しいです。下の4つの絵文字も普通の動画のコメント欄で使えますので、ぜひこの絵文字目当てとかでも入会してみてください。今日の夜10時からメンバーシップで生放送をやる予定なので、ぜひ見に来てください。皆様のご登録お待ちしております。そしてさらにメイク本、ついに私の手元にも届きました。すごくないですか？本になっちゃいました。これ中身見せていいよって言われてるので、ちょっとパラッと見せますね。ページ数が結構あってね、157ページ。はい、目次こんな感じ。これは役立ちそうでしょ。はい、そしたらパラッといきます。はい、こんな感じです。はい、ということでぜひ概要欄からご予約お願いいたします。はい、それではリピ買い底見えコスメ紹介していきたいと思います。結構久々のこの企画、とんでもない量のコスメを日々使ってますので、底見えはもちろんリピ買いは相当レアです。まあ少々前の動画と被りもありつつ紹介していきます。まずこちら。はい、もう何回出てきているんだいってぐらい出てきているマジョマジョのソードカット N。 もうそろそろ容器が限界を迎えています。キャップがねゆるゆるになっちゃって、もう刻印もすべて消え去って、 BR771 番ね、これはもう残りこんぐらいしかない。先端3回ぐらい変えてるかも。次こちら、ハンオールブローから05。05が日本限定新色なんですけども、その前は3番をめちゃくちゃ気に入ってて使ってたんだけど、最近は5番が好きだけど3番も好き。とんでもなく黒い毛をカバーしてくれます。垢抜け眉毛、これはごめんなさい、嘘をつきました。使い切ってないです。ですが気に入りすぎて全色ストック持ちしてます。もうリピ買い確定アイテム。今のところこれがなくなったら生きていけないので、もう旅行の時もこの眉マスカラ使ってる。はい、そして次こちら、ナチュラルマットシェーディング01。地獄のように底見えした。底見えっていうか使い切り寸前です。これもね、何回も動画で紹介してますね。このブラシが細いから全然最後までねストレスなく使い切れるんですよ。この隅っこの方、鼻先とか付け根の部分とかも細かく入れられます。これも旅行の時持ってってる、ブラシついてるから。とグレー系のカラーなので、まぶたの上にのせると腫れぼったい目元がすっきり見えて好きです。はい、次こちら、マジョマジョ、またしてもこれも表面の刻印が消え始めてる。これ2本目です。これも色が良すぎる。小豆ほど赤くもないし、暗すぎず明るすぎず黄色すぎず、誰でも似合うって感じ。黒ほど強くなくてブラウンよりも馴染む。はい、そして次こちら、これも2本目。これもこないだ新色が出ましたね。お気に入りはやはり黒、ハンオールフィックスマスカラの L01。 とんでもなく
ブラシが細めで塗りやすいのと、とんでもなく伸びてカールキープしてくれる。下まつげも伸びる。今下まつげここだけはげてんだよね。なんでだ。はい、こっちが塗ってない方で、こっちが塗ってる方。こりゃすごいよ。ブム&最近勢いがまたすごいですよね。このマスカラが出た時は、ロム&ってリップが有名だから、正直マスカラには期待はそこまでしてなかったんですけど、使ってみたらめっちゃ良かった。今や眉マスカラもね人気だし、すごいよ。はい、次こちら、これもストック買いですね。コージーのまつエクラッシュナンバーワン束感タイプです。ちょっと切らしたら怖かったのでストック買いしました。この形、そして毛質が素晴らしい。本当に自然。一本一本植えるのと違って、この長い毛と長い毛の間にこう自然な産毛みたいなのも生えてて、これ一個つけるだけで一回の作業で3本田植えできるので革命ですね。8ミリ、9ミリ、10ミリの長さがあります。比較的こっち側の上まつげがちょっとまばらなので、こっち側につけていきます。地まつげの上に乗せるだけ。はい、増毛完了。すごくない？自然ですよね。1個だけつける日もあるし、3つぐらいつける日もあります。マツパとかマツエクやってちょっと地まつげが傷んできたって人とか、地まつげがね短めの人にもおすすめ。はい、まだまだ目回りアイテム続きます。キャンメイクのスリーウェイスリムシェードライナーの01番。もう先っちょが折れちゃった。極細のラインが描けるので、これで二重のライン延長するのにめっちゃ使ってる。やっぱこの細さはキャンメイクにしか出せない。こっちも描きます。これちょろっとね描くだけで目の横幅が大きく見えます。はい、そして次こちら、これは使い切りですね。セザンヌのマスカラリムーバーです。じゃあ去年の7月発売ですね。セザンヌがねポイントメイクリムーバーかと思ったんですけど、しっかり落ちてくれます。コンパクトなので衛生的にもいいし、持ち運びにもいいです。しかも安い。はい、次こちら、ディオールアディクトリップマキシマイザーセラム000番。もうほぼ中身がない。底見え。おーすごい、底見えです。定番のマキシマイザーと違って使い心地が乳液です。なのでマキシマイザーみたいなグロスタイプって乾燥しきった唇の上に乗せても浸透していく感じがないんですよね。でもこれは乳液タイプだから、スッとガッチガチの唇にも馴染んでほぐしてくれる。もう手遅れになった唇を救ってくれる救世主です。これをしっかり塗ってしばらく置いた後に、こちら、はい、使い切りということで、使い途中ピカチュウ。これでディオールでふやかした唇をこすると、もう面白いぐらいボロンボロン、ドゥルンドゥルン、唇のガサガサの皮が取れる。今ちょうど唇の調子が良くて何も取れないんですけど、冬場とかめっちゃ使う。あと美味しい。はい、ということでいかがでしたでしょうか。メンバーシップ、そしてメイク本もよろしくお願いいたします。ということで、チャンネル登録と Twitter とインスタもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。